皆さんこんにちは。今日はカーボンニュートラルの作り方について私中田がお話をします。では早速スライドを見ながら一緒に考えていきましょう。実はカーボンニュートラルというと何か、聞いたことのない不思議な世界なんですね。でまさに作り方というタイトルにあったように、これは誰も今まで食べたことのない料理を作る、今日はそういう料理番組のちょっと変わった種類と思ってください。といってもですね、カーボンニュートラルというのは言葉は新しいんですが、私たちの祖先あるいはもっと環境に敏感だった人たちはもう50年100年前からこれに近いライフスタイルを自分たちで考えて実行してきました。今日はそのいくつかを紹介してみます。まずこちらですね、環境社会、相互作用という難しい言葉が書いてありますけども、少しずつ見ていくと一番古いのは、一番上のラジカルエコロジーと書いてあります。ローテクノロジーへの回帰なんでしょうね。これは、これはですね、私もちょっと眼鏡をかけますが、人口の破滅は不可避、経済的技術的および文化的な破綻があるということです。ちょっと悲観的なんですけども、イメージとして、原始人よりはもうちょっとですが、どうでしょう、日本でいうと江戸時代の中で比較的いいものは食べてるんですけども、決して暮らしは贅沢ではないし、できるだけ木を切ったり薪を燃やしたりして、そして取る獲物もですね、今で言えば持続可能性とかダイバーシティを考えて決して絶滅させたりしないという、そういうライフスタイルを主張してきた人たちです。実はこれは日本の言葉ではなくて海外なんですね。ヨーロッパ北欧の人たちがこういうことをですね、産業革命を終えた頃から気づいて、実現をしてきました。それから2つ目がディープエコロジーというふうに言います。これは何かというと、適正技術、可能な限りローテクということで、ちょっとこれ分かりますかね、適正というオプティマムという言葉、それから可能な限りね、なんとかアズポシブルということで少し妥協をしていくんですね。ですから理想はラジカルなんだけども、実際はディープぐらいがいいかなということです。ですから彼らの理念というのは、今よりも低い人口レベルや経済的技術的および文化的現状をかなり修正していくという、ちょっと曖昧な感じがします。それから3つ目が産業エコロジーといいます。インダストリーエコロジーですね。環境制約の下での技術進展に依存をし、つまり環境だけではなければローテクにこだわらないと、ポインターを使うとここになりますね。そして最後が何かというと、最後は特にエコロジー論ではないんですが、現状維持路線といいます。コンティニアムステーサスということで、これはある宗教の考え方でもあるんですが、何かその自然に逆らわずに、無理をせずにですね、今の延長上でいいんじゃないかという比較的応用な考え方ですね。さて皆さん、この4種類の中の料理でどれがいいと思いますか？実はですね、その前に私たちが今どんな水準にあるかというと、実はですね、ほとんどがこの現状維持路線にあるんですね。そしてちょっとエコ派と言われる人たち、環境 NPO の人たちは産業エコロジーに近いのかなと思います。私もですね、実は工学部の学生教員を経験して、この産業エコロジーがいいかなというふうに思ったのが、今からだいたい指折り数えて、もう30年近く前になりますね。インダストリーエコロジーというのは AT&T のブラッド・アレンビーという人、それからイェール大学のグレーデルという先生と2人で共同で作った言葉でして、もともとは AT&T というと日本でいうとドコモと NTT みたいなものですが、やはり人工的なものを使いながらですね、どうやって自然に調和するような産業体系にしようかということを考えてきた。ですからそういう研究者が生まれるだけでもかなり恵まれている組織だというのが分かりますよね。私もですね、工学部ですから、どちらかというとあまりラジカルなディープなエコロジーというのは、イメージとして農学系とか、環境学に近いので、自分も工学部の中では産業エコロジーが一つ、オプティマムポジション、自分にとっては少し居心地がいいのかなというふうに打算したところもあります。さあ皆さんには参考までにですね、映画があります。ディープエコロジーは実は、ジョン・ブックの目撃者ですね。多分どこかレンタルショップか今なら、動画で探すとあるかもしれません。
かっこいいですね、インディ・ジョーンズの主役をやったハリソン・フォードが出てきた映画です。これがですね、ディープエコロジーの集落、エイミッシュという集落がアメリカの東海岸のフィラデルフィアにの近くにあるんですね。ここで今でもドイツ系の移民を先祖にした人たちがコミュニティを作っています。これ何かというと、例えば牛乳は自分たちで牛を飼って、そして天然の牧草を食べて牛乳だから、今で言うと、なんとか石ってありますけども、フルオーガニックな食べ物、バター、ヨーグルト、チーズ、それから、電話は携帯はアウトなんですね、黒電話があって、非常事態には黒電話があると。それから、車もアウトでして、一応馬車に乗っています。ただですね、もちろん重病になった時は、専用の車で街中の病院に運ぶんですけども、そこにもある程度コミュニティがあります。で、結構ですね、教育と程度を心配するんですが、意外にもそこの学生というか、そこで育ったお子さんがハーバードの医学部に行ったりとか、なかなか当然塾はないんでしょうけどね、そういうコミュニティが映画の中で出てきます。ということで、ジョン・ブックの目撃者、これは刑事ものなんですけども、その中に出てきた犯人に疑われたハリソン・フォードをかくまう集落が、このディープエコロジーの集落だというふうに覚えておくと面白いと思います。では今を知ろうということですね。そういう背景がここ100年ぐらい前から産業革命が進んだヨーロッパを主体にあったんですが、今どうなっているかということで、これは私の方で調べてみた図を紹介します。これがいわゆるカーボンフローズですね。何かというと、カーボンダイオキサイドエミッションということで、 CO2 の排出量がどこで生まれてどこに消えていったのかを、一連のこのフローズ、サンキーチャートで書いたものなんですね。そしてよく見ていくとどうでしょう、ちょっと数字細かいですけども、アメリカは2018年ですね、5268ミリオンメトリックトンズ、100万トンを単位にしているので、それの52億6800万トンということになりますね。で、ここから出てきた原料は何かというと、この水色の天然ガス、それから真っ黒い石炭、そして緑のペトロリアムというふうになります。で、これが先ほどのカーボンニュートラル料理でいうと、これは残念ながらカーボンフル料理ですね、 CO2 をたくさん出す料理のメニューなんですね。これが実は今のアメリカでもあります。そしてどうしてこれが必要かというと、一番わかりやすいのは自動車ですね。この緑のペトロリアムというのを見ていくと、そのピンク、このピンクの4つの四角がですね、使う側です。いいですか。ですから左側が料理を作る側、右側が使う側で、使う側は使う側というか食べる側ですね。昔ちょっと批判を浴びたコマーシャル、私食べる人ということになりますが、皆さんは暮らしの中でこの食べる人を毎日やってるわけですね。で、このピンクのトランスポーテーション1911というところが、まさにガソリン自動車が基本です。もちろん電車とか飛行機、船も入りますが、自動車が圧倒的に9割以上であります。それからインダストリアルというのがありますね。これがですね、産業部門ですね。皆さん工場に勤めてないと関係ないと思うかもしれませんけども、我々が使っている家電製品、鉄が入っている、プラスチックが入っている、100均に行ったものはほとんどプラスチックですね。ああいうものを作るときに出る CO2 がここでカウントされます。それからコマーシャルというのは、これはですね、商業ビルだけではなくて、学校、病院、オフィスビル、イメージとしてなんとかモールみたいなショッピング街も入りますね。そういうところの空調の電気なども関わります。で、最後がこの右上のレジデンシャル、これが家庭部門。こちらはですね、帰って寝るだけなんですけども、そこに帰れば冷蔵庫はいつも電源に入ってるし、テレビ、それから洗濯機、いや照明、いやいや空調、いろんなものがありますね。そういうものすべてが家庭部門に入ります。ですから、例えばこの家庭部門に行ってる緑の天然ガスというのは、これは都市ガスなんですね。こういうふうに言ってますよね。ですから、これはですね、都市ガスで料理をしている人です。一方で緑の石油からこういうふうに言ってる方、こういうふうに言ってる、これはですね、都市ガスがないところにお住まいでプロパンガスを使って料理をしている方は LPG、 これは LPG はガスではなくて石油のガスなんですね。ですから、イメージとして、いやいや、ファクトとしては、このペトロリアムから分かれていったのが、プロパンガスというふうになります。で、石炭はですね、黒い、今石炭嫌われ物になりましたが、この黒いものはほとんどが電力に行ってますね。これはアメリカです。ですから石炭火力発電所、そしてもう一方で産業に行ってるのは製鉄業、
鉄を作るときには、まあ、石炭コークスをで鉄鉱石を還元するという、まあ、基礎的な FE2O3 をですねを、まあ、取る還元するって FE2 にするときの、まあ、材料として石炭が使われるということです。少し難しくなってきましたが、これをですね日本で書いたのが私のこのカーボンフローズです。どうですか、基本はあまり変わらないですね。ただ量は1156ということなので、まあ、11億5600万トンで、だいたい今このぐらいです。そしてやはりアメリカと同じように日本も黒い石炭、それから緑の石油、ちょっとガスの色は変えちゃったんですけども、青から赤になった天然ガス、この3つが CO2 の原料というのかな、まあ、きつい言葉で言うと CO2 を出す犯人ということになります。ただこの悪いのは石炭じゃなくて、石炭を使っているのは我々なので、みんながその仕組みの中で共犯者と言ってもいいんですかね。でもこれはちょっと前まで考えれば誰も悪くなかったので、カーボンニュートラル CO2 を出さないという社会の中では出している人たちが、その今度は責任を取るそういう役割に急激に変わったということです。まあ、いつから変わったかというと、非常にこれは急なんですよね。ですから私も1年前のこの授業ではこういう話をするにはちょっと控えめになってました。しかし、我が、国の代表者の総理が去年の2020年10月24日にプレス発表して記者会見をして、日本はカーボンニュートラルを目指すと、で2050年には CO2 を実質ゼロにして、2030年にはちょっと細かいですが CO2 マイナス 46% にするということでですね、いきなりこの国が今までの明治維新から来た CO2 をたくさん出しながら、まあ、豊かな、まあ、経済成長を遂げた国が初めて、160年経ってですね、ここで大きな軌道修正をしたということです。ですからちょうど今大河ドラマで渋沢栄一が出てきて、渋沢栄一これからですね髪の毛も切ってフランスやイギリスにどんどんかぶれてですね、まあ、最後は軍艦も、ね、日本が日清戦争日露戦争で使った軍艦もイギリスから輸入してきたんですけども、当然軍艦を走らせるのは重油ですよね。ですから重油も当時日本はあまり取ってなかった、それも必要になるということで、だん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 ですね一歩100年早く文明開化産業革命をしてたヨーロッパやアメリカの国々の同じスタイルにこれから日本の明治が変わっていくということです。ですから今 CO2 を出している国を作ったのは誰かというと、あのかっこいい渋沢栄一もその張本人であると。ですから今渋沢栄一が生まれ変わってきたとしたら、当然彼はカーボンニュートラルの開国をしたのかなというふうに思います。時代はあっという間ですね。ですから私の父母祖父に聞いても、こんな時代になるなんて誰も知らない、5、6代前まで誰も知らない世界にですね、これから戻るんではなくて、新しい料理としてカーボンニュートラルをどうやって作っていくのかという、今国際的な競争になったということです。ではカーボンニュートラルというと、結局は8割ぐらいエネルギー、化石燃料の資源から出てきますので、その内訳を見るにはどうしたらいいかということで、これはエネルギーフローチャートというんですね。これはですね、実はやはりアメリカが進んでまして、ここに LLNL というのが、ローレンス・リブモアナショナルラボラトリーというアメリカのエネルギー省の国立研究所、実は私はここにフルブライト研究員として1年留学をしました。ちょうど私はこんなものを書くのが目的で留学したんではなくて、もうちょっとかっこいいシミュレーションを勉強してきたんですが、ちょうど私のですね後ろ側のオフィス、みんな個室なんですね、アメリカはね、にいつもドアが半分ぐらい開いてて、そこにですねベテランの女性がこの仕事をしているのを1年間見てました。ですから私が自信持って話ができるのは、あの方がずっとこれを毎年作ってたんだなというのが今でも頭の中に残ってます。今調べてみると、もう退職されて別の優秀な部下がですねどん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 拡散をして、最近 YouTube でもローレンス・リバモアのエネルギーフローというのが出てくるとですね、私以上に話の上手な人がこの解説番組にあります。今日はそれはちょっと使いませんが、私が代わりに解説をしていきます。で、何を彼らが書いているかというと、こういうエネルギーフローズなんですね。エネルギーフローチャートと言います。さあ、ここからちょっとエンジンを 倍速にしていきますね。92.9 クワッツ。クワッツという単位は日本では誰も教えられていませんし、教えていません。1クワッツというのは、
大変なんですが、 1.055×10^18 ジュールということですね。さっき覚えてきたんですけども、ジュールは皆さん物理で勉強しましたよね。その10^18のジュールに 5.5% 増えたものがクワッツですね。ですから大体、10^18のジュールはエグザジュールというふうに言うので、これは大体 92.9×1.055 エグザジュール、つまり98エグザジュール、98ぐらい使っていると。98だと覚えやすいですよね。そういうふうに考えましょう。そしてさあ、どんなふうに使っているかというと、やはりですね、一番主役なのは緑のタヌキではなくて緑の石油ですね。それから黒い石炭、それから青い天然ガスという、この辺がですね、バイオマスだけがなぜかここに混ざってるんですけども、バイオマス以外はすべて化石燃料、3兄弟と考えてください。つまり化石燃料の一番固い固体が石炭、そして真ん中の液体が石油、そして一番ガス、揮発した柔らかくなったものがガスですね、天然ガスというふうに言います。さてですね、それ以外がいわゆる今皆さんが好きになった再生可能エネルギーですね。ここではジオサーマルが茶色、地熱ですね。それから、風力紫、それから水力が緑、そして原子力はこれ微妙なんですね。再生可能 CO2 を出さないという点ではゼロカーボンの資源なんですね。それから再生可能という点では、例のプルトリウムで再処理をして高速増殖炉が動くと再生可能なんですが、なかなか技術的には難易度が高くてまだ成功していませんということで、レッドカードではないんですが、これはちょっと微妙な感じがします。それからソーラー、太陽光ということですね。ですがこれアメリカもですね、まだまだこの化石燃料の依存度が高いというふうに思ってください。さて次に我が日本、これはローレス・リバモンが書いたものなので、我が日本は誰も書いてくれませんので私が書きました。こちらは研究室のホームページでも最新のものを出してますので、もし興味ある人はダウンロードしてください。ちょっと数字が細かいんですけどもね、全体の量でいうと 17.19 エグザジュールということで、さっきアメリカが98でしたので、どうですかね、アメリカの大体4/5ということが分かります。単純に日本とアメリカを人口で比較すると、アメリカが日本の 2.2 倍ぐらいの人口があるんですね。ですからそれの人たちが国として約 4、5 倍使っていることは、1人当たり2倍のエネルギーを使っているということです。イメージとしてどうでしょう、アメリカに行っていわゆるハンバーガーチェーン店に入ると、ビッグバーガーはもともと大きいんですけどね、日本で一番有名なマックに入るとですね、やっぱり同じなんとかバーガーでも若干大きいんですね。それで感激したりする人いるかもしれませんが、ですから大体マックよりはビッグバーガーって大体半径が2倍ぐらいあるんですね。で体積だと4分のパイある3乗とかいろいろありますけども、そのぐらいのイメージで、アメリカ人体格もいいですけれども、そのぐらいエネルギーを使ってるんだということ。で実はですね、ヨーロッパは実は同じ白人のイメージが強いんですけども、実は日本とほぼ同じなんですね。一応微妙に体格も割とスリムかもしれませんけども、食べているものだけではなくて国づくり、ヨーロッパの方が日本と同じように例えば地下鉄とかバスとか鉄道が発達しています。アメリカはやはり車じゃないとどこにも行けないと、いろんなところが影響しています。ですから日本が見習うのは、個別の技術はアメリカが非常に進んでるんですね。それからみんなが大好きな、GAFA というなんとかブックとかなんとかアマちゃんとかありますけども、そういうものはアメリカ発のビジネスモデルでありますが、なかなか暮らしのパターンという、ちょっとつつましいけども環境に調和する暮らし方というのは、やはりヨーロッパの暮らし方がどうも日本人と量的には釣り合うのかなというふうに思います。ということで個別の説明はですね、入学した後にこういう授業をしますということで、今日は概要にします。じゃあこれからどういうふうに変わっていくのかということを考えていきましょう。ここに一次エネルギー総供給量ということで、トータルプライマリーエネルギーサプライ、英語で言うと TPES というふうに4文字で言うんですね。それからもう一つ、使う側は電力需要量、エレクトリシティコンサンプションとかエレクトリシティディマンドというものがありますので、この2つの推移を見ていきます。でちょっとこちらを先に見てください。こちらが私が書いたグラフなんですね。横軸が1990年、皆さん見てる方は何歳でしょうか。一応若手だということだと、皆さんが生まれた頃からですね、
まあ、ずっとバブルが崩壊してなかなか景気が低迷しているんですが、最初の10年ぐらいはエネルギーの量、これ TPS のジャパンですけども、イグザジュールがですね、18から21、22ぐらいまで行ったんですね。で、2004年ぐらいからですね、やはり大きな変換がありました。もうこういう右上がりのカーブが持たなくなった。まあ、いいこともあるんですよ。無駄がなくなったのかもしれないということで、今右下がりになってきています。さっき見せたグラフもですね、17になってました。これ2018年なんですけども、さっきお見せしたのは2019年なので、私もびっくりなんですけど、最近毎年書くたんびに19、18、17に変更して減っていくので、2020年、2030年、2050年に対しておそらくですね、この右下がり方がずっと続いていくのかなというふうに思います。ちょっと寂しいんですけどもね。つまり量的に見ると、まあ、ガソリンスタンドすでに量がどんどん減ってきてますけども、まあ、単純に言うと多分今あるものが全て半分ぐらいになるのかもしれません。もちろん人口も減ってきます。特に若い人が、まあ、若い人というか生まれる赤ちゃんが減ればですね、育ち盛りの若者も減っていくので、そうすると一番そのものを食べる人、ものを使う人で、だんだん私も含めて高齢化していくと、まあ、年金生活でつつましくなってきますね。そうなると、まあ、こういうパワーが若干欠けていくのかなというふうに思います。ただ CO2 の量だけで言うと、まあ、別に減ることは悪くないんだと。ですから大事なのは総量が減るんですけども、元気がなくなって減るのか、若い子の活力を維持しながらですね、その人たちも最近若者も変わってきましたよね。オーガニックなものを食べたり、少し田舎でそのオンラインで仕事をしたりして、無駄なエネルギーを、まあ、拒絶する世代が増えてきました。まあ、さっきの冒頭のスライドで言うと、ディープエコロジーとかラジカルエコロジーの世代、名前を知らなくても多分そういうところに部分的に憧れとか回帰意識があるのかなと思います。一方でいて、いいものを食べてコンピューターを使ってエネルギーの、まあ、移動の無駄を省いてですね、なかなか IT の仕事をしたりするかっこいい若者も増えてきました。まあ、そういうふうになればですね、量的なエネルギーは減っていくんだけども、いわゆる筋肉っていうのかな、代謝は保っていくという、まあエネルギーダイエットっていう言葉もあるんですけどもね、私もそういうのをぜひ目指したいと思ってます。一応私自身は車はもう7年経ってますけど、ハイブリッド車にしてよかったと思います。まあ次に買い替える時は、まあ今よりもいいハイブリッド車か、まああるいはバッテリーが主軸で、たまにですね電気がなくなるとエンジンをふかすのかなという、まあ、そのぐらいのものを今買おうか。ただなかなか日本の車会社からラインアップが少ないので、まあ、あと 2,3 年ちょっと待ってですね、もうちょっと選択肢が広がったらいいものを買いたいなと思ってます。もちろんテスラもいいんですけど、ちょっとまだ高いですよね。それから、発電構成、これはですね、毎日新聞に出てくる、再エネが何パーセントとか、これだけが日本の政府の施策として非常に、まあ、有名になっているもので、ちょっと残念なんですね。つまり電気っていうのは生活の根幹にあるんですけども、電気だけでは、国は動いていかないんですね。残りは自動車、それから熱、産業、いろいろあります。で、そういうものも含めていくと、ここで見て分かるように、発電量というのはエグザジュールで言うと、大体もうこれもですね、2010年まで増えてたんですけども、今減ってきてるんですね。だからさっき17とか言ってる中で、今はですね 3.67 ぐらいが電気なんですね。で、残りが自動車とか工場の熱です。こういうものも合わせてどうやってそのカーボンニュートラルのメニューに変えていくのかということも一緒に考えなきゃいけない。ただですね、発電構成を考えるのっていうのは結構ですね、素人でもできるんですね、あえて言うと。あと評論家とか新聞ネタとすると、なんとなくみんなが燃えやすいですね。原発をどうしようとか、火力がどうしようということで、一応その議論にはまりましょう。まず、石炭火力はこの一番下のコンですので、あ、今ちょっと減り出した。つまり、まあ、増設をしないし、まあ、古くなったものはもう新しく、まあ、更新しないようになってきたと。と言いながら、まだ3年ぐらい前まで作ってましたので、作った発電所は40年運転しなきゃもったいないと。ただ石炭が良くないんであれば、そこに、まあ、木質バイオマスを入れて混焼しようという話はあります。それから2つ目がですね、石油火力、これはですね、もう自動的に作ってないんですね。石油ショックの時に増設をやめてますので、ただそれでも、まあ、物持ちがいいので一生懸命ピーク対応として使ってました。この近くだと秋田にですね、石油ショックの頃作った非常に立派な石炭火力があったんですが、ようやくこれも、まあ、店じまいをするということになりました。
それからその上がですね、ちょっと色が違ってすいませんが、天然ガスはグレーになってますね。天然ガス結構人気もので、特に311、2011年に全ての原発が止まってますよね。この黄色い原発が急に止まった時に火力発電のバックアップをしようということで、もうあちこち駆けずり回って調達したのが天然ガスのコンバインドサイクルですね。でもそれもですね、最近は CO2 を出すということでちょっとそのアンチになってきたという。だから時代の動きというのは本当にここ 1,2 年早いですね。でそれ以外が何かというと、ブルーが、ブルーはなんだ、水力発電ですね。それから濃いブルーは風力なんですけど、まだまだほんのちょっとです。ですからまだまだカーボンニュートラルと専念しながらですね、我々の世界、食べているものはこのぐらいが化石燃料で、ちょっと原発が 0.23 再稼働したのがあって、でもその上の再生可能があるけども、基本的には 0.33 の水力というのはずっとこれほぼ一定ですよね。これはもう黒四ダム、佐久間ダム、皆さんの山にあるダムが全部、もう明治維新の渋沢栄一もたくさんダムを作った人ですね。あれは当時電源開発として一番魅力的だし、当時の技術はあれしかなかったんですね。でもあれを長持ちして使っているのが今の水力発電です。だから決して悪くはない。ただそれもこれ以上増やすっていうのはなかなか、河川の生態系を乱すということで、先進国ではなかなか難しいということです。さあこのぐらいのお話をしてここに戻ると、これはですね CO2 の推移を書いてあるものなんですね。皆さんどう思いますか？ちょうど3つの、台風の予測の長期予報だと思ってください。一番、ブルーがですね、今過去から、現在過去まで来て、ここから未来に行くという渡辺真知子の歌は皆さんは知らないと思いますけども、まさに現在過去未来をどうやって描くのかというところに我々がいます。でここで最初のスライドに戻ると、何もしないコンティニアングステータス、今の日本の産業形態というのは基本的に大きな変革を望みません。それから過去に投資した工場とかものを大事にするのが最も安上がりで合理的だという判断があるんですね。つまりカーボンフルメニューの国づくりになっているので、まだ言葉はカーボンニュートラルなんですけども、中身は全部カーボンフルなんですね。ですからそのまま行って、なんとか省エネとか、ちょっとお利口さんになろうというのがこの緑のメニューということで、なんて書いてあります、ビジネスアズユージャル、さっきも書いてありますからね、現状維持路線、あるいは成り行き任せ、ケセラセラの世界だと言ってもいいでしょう。それから、世界のこれグラフなんですね。世界もですね、本当はインドや中国が台頭して、台頭して増えるんですけども、やはり彼らも電気自動車とか火力発電所を変えていくということ熱心なので、よくてもそんなに増えないだろうという時代になりました。昔は結構これ増えるメニューが多かったんですね。ただこれでもまずいだろうということで、ゼロカーボンということはこのラピッド、ネットゼロ、まさに実質ゼロというのがカーボンニュートラルですから、ここに日本も向かわなきゃなんないということで、ハンドルを、JAF から怒られるけど、もう180度急カーブを切ってどちらに走っていくのかということを考えていくということですね。でこの主役は、皆さんです。2050年に生きている人、手を挙げてくださいとなるんですけど、私も1960年生まれ90歳ですね。もうつつましく穏やかに、暮らしたいと思ってますので、まさにこの時代に家族子育てをして学校に子ども通わせて本人もバリバリ働いていく皆さんの世代が、このカーブを切ってどちらに切るのかを決めていく人たちです。政府候補じゃありませんけども、清き一票ね、それも含めてですね、それから自分の暮らしをどうするのか、どこでどんなふうに住んで、次の買い物、次の車、最近あまり車買わなくなっちゃったんですけども、じゃあ車を借りるときにどういう車を借りるんですか。たまに借りるときは走りのいい車もいいと思うんですけどもね。でもそこであえて燃料電池自動車を、運転してみるとか、テスラの電気自動車を運転して自分がどんなふうなライフスタイルになろうかということを考えていこうというふうに思います。さて最後にですね、私の宣伝をします。あと5分ぐらいで終わろうと思いますが、こんなことを私も密かに思ってたらですね、国のプロジェクトに参加することになりました。 SIP というものなんですが、内閣府が幹事をしていて、全ての省庁が横断型のプロジェクトで、エネルギーシステム、ここで A3 というんですけども、地域エネルギーシステムのデザインのガイドラインの策定ということで、3年間ですね、大変ありがたい機会でも、よく考えたら
なんていうんだろう、ありがたいんだけども、やっぱりこのステイホームで、ね、なかなか不自由な中でこの研究をするというのは結構大変だなというふうに思ってます。でもまあ頑張りましょう。ということで何をやるかというと、一番上はですね、地域のエネルギー需給データベースを作っていこうということです。つまりやっぱり、ファクト、エビデンスベースって今最近ね、感染症でも言いますけども、実際の数字が大事なんだと。しかしですね、日本のエネルギーデータっていうのは実はとても遅れていまして、国としてのデータはある、でもこれも実は二次データで、いろんなものから推定したのが国の統計なんですね。貿易統計なんかも使ってます。まあ、化石燃料が輸入依存しているので、まあ、貿易統計は確からしいんですけども、でも再エネの統計もかなりですね、ちょっとラフなんですね。でましてや都道府県とか皆さんが住んでいる市区町村になると、市区町村のデータはありません。都道府県も消費量は分かるけど供給構成が分からないということなので、自分の町をカーボンニュートラルのメニューにしようとしてもなかなかやりにくいんですね。ということで、このデータベースを作ろうという研究を1番目でしています。それから2番目3番目はクロスボーダー、クロスセクターといいますが、まあ、ボーダーというのは地域の壁を越えていくと、つまり、ね、自分の村だけが自給、地産地消のグリーンな村になるというのは江戸時代までは OK ですけども、今はやっぱりつながってますので、ね、宮城県あるいは横浜市、いろんなところが連携して日本中がカーボンニュートラルになろうというのがふさわしいと思いますね。それからそういうものを地域の人に、まあ、どういうふうに地域を作るかというガイドラインを作るというのが3つ目です。さあ、そういうものを絵で描いてみました。絵を紹介すれば後で時間があるときに見てもらえますかね。さっきのエネルギーシステム図を見ていくと分かるんですが、一番下がですね、使っている我々の需要化、まあ、これが今のは我々の、まあ、社会ですね。それから上がですね、資源なんですね。で、今まで日本のエネルギーの資源は、まあ、ちょっと前まで 93%、 今でも 85-6% は全部化石燃料なので、使っているのは日本なんだけども、資源は全部横から、中東から来てたんですね。ほとんどオーストラリア、中国、カナダからも来てます、石炭も。ということで、地産地消ではなくて、まあ、外で生まれたものをタンカーで輸入して自分のところで作ってきた。つまりこの、 絵で言うと、需要と資源が別の国だったと。ただ再生可能エネルギーは基本的に自分のところで取れる再生可能エネルギーを作るのが、あるいは使うのがもう基本中の基本ですよね。これを輸入しているというのはあんまりありえないんですね。ですから再生可能エネルギーとなると、当然需要化と資源化が同じ地域に重なるという、なんかウエハースサンドみたくなっていくんですね。で、これはですね、明治以降日本では誰も経験のしたことのがないので、これをどうやって、まあ、電気や合成燃料、熱とか交通を入れて考えていくのかというのが私たちの、まあ、研究の主眼です。本当に早送りなんですが、例えば風力発電が地域でどのくらいあるのかということでお見せします。これは2019年の10月です。ちょうど今台風が来てますね。あ、一瞬ですが、これ覚えてますかね。阿武隈台風といって、この時阿武隈川が洪水で福島県本宮の方が亡くなったりしてるんですね。この時風力発電は台風の時は動くと壊れちゃうので、今もう一回リピートで、ね、ブルーになってるのは、その時羽が全部で緩くなって風を逃がすので、風力発電の出力としたら青になると。これを1年分ですね、1時間刻みで気象データを使って今動画を作っています。それから同じことを今度は太陽光の発電出力も出していきます。どうでしょう。これは壊れてるんではなくて、瞬きをしているのは、そうです、夜ですね。昼間はつけて太陽光発電今日は出てますが、夜は完全になくなると。これが太陽光発電の出力特性を、こういうふうに動画で見せたのは私たちが初めてです。これも SIP の研究、あるいは環境省の LIPOS という自然エネルギーの、まあ、再エネデータベースを今工夫してますので、そちらの方にも一緒になって今この研究成果を、まあ、工夫して入れようということですね。それから一番最後に、じゃあ最後の料理番組ですね、カーボンニュートラルの作り方、はい、やっぱり1時間半の授業が必要ですね、はい、これです。これはですね、カーボンニュートラルの社会の一つの、まあ、ミックスシチューの材料を考えてます。どういうふうに思うかというと、左側がですね、材料なんですね。ここですね、上からいくと太陽、それからオフショアウィンド、あ、ごめんなさい、オフショアはこちらですね、洋上風力、それから温床はウィンド、陸上風力、
それから水力発電、そしてランオブリバーというのは自重式の、さっきの水力発電というのはまあほとんど自重式なんですね。貯めるのがまあポンプとアップハイドロということで揚水発電といいますが、そういうもの、それから、ジオサーマル地熱、そして、まあ、ウッディバイモス木質発電、いや木質燃料、これを熱にも使うということですね。そういうふうにしてカーボンニュートラルの社会というのは、材料が今までの化石燃料からガラッとですね、使う材料が変わっていきます。でこれは今までとても経験がないんですけども、まあ、電気にしたり、あるいは熱にしたり、それから自動車を走る動力、まあ、電気自動車は電気で走るし、あるいはバイオマスの燃料を使えば、今の、まあ、エンジンを使って、まあ、バイオ燃料ですね、バイオエタノル、バイオディーゼルなんかも実は走るんですね。ですから緊急自動車とかトラックなんかは、そういう植物性のあるいは廃棄物由来の液体燃料を使って走るというのはいいことです。皆さんもヨーロッパに行かれると、あるいはバンコクなんかに行かれると、ガソリンスタンドに行くとですね、E10 とか E30 というのがあるのは、もうエタノールが 10%、エタノール 30%、ですからガソリンが 70% に減ってるんですね。それだけでもう3割カーボンニュートラルに近づいていくと。アメリカなんかもそうですね。日本は残念ながらそれがうまくいきませんでした。ですから電気自動車や燃料電池自動車も大変有望なんですけども、エンジンを使った自動車というものも、まあ、燃料を、ね、そういうものに変えていけば持続可能であるというふうになります。まあ、でも世界の動きがどうなるのかはお楽しみですね。まあ、これから私ももう少し大学でいますので、一緒になってこういうカーボンニュートラルの材料をどう使って、そしてまあかっこいい技術を使って、そして地域、東京だけではなくて、まあ、田舎といいますけども、中山間地の人たち、実は裏山があって畑があって、もうたくさんバイオマスと再生がフルにあるところですね。今まではそれがエネルギーとしては十分に使うことができなかった。まあ、江戸時代までは使ってたんですが、渋沢栄一君のおかげでたくさん外来のスタイルに変わった。でも外国もカーボンニュートラルに今動き始めてます。日本も去年の10月から動き始めました。去年というのかな、まあ、2010年ですね。ということで一緒になって新しい料理を作っていくということで、主役は皆さんです。今ならちょっとまずい料理を作っても分かりません、ね、誰も経験したことがありませんので、ぜひですね、いろんな考え方、多様性を尊重した、地域のまた特徴を尊重したゼロカーボンの社会を一緒に作って考えていきましょう。以上で今日の私の話を終わります。どうもありがとうございました。